第31回ユーロビジョンソングコンテストは1986年5月3日にノルウェー、ベルゲンのグリーグホールで開催された。ノルウェーは1960年の3回以来過去6回も再開という不名誉の連続だった。このため前年の初優勝に国中が喜びに湧いた。制作局の NRK ノルウェー放送協会はその光栄に恥じることのないようにと 完璧で豪華なステージングを目指し、予算をしっかりと確保。氷の宮殿を演出した。王室からは、ハーラル皇太子、ソニア皇太子妃、マッタルイーセ王女、ホーコン王子も出席観覧された。プレゼンターの歌手アイセ・クリーブランドも、ダイヤモンドを散りばめ、ドレスを着用し、オープニングアクトとして、ウェルカムツーミュージックを歌い。話は、英仏独語を使用した。なお、 インターミッションでは、シセルも登場している。参加国過去に参加経験のある、不参加国アイスランドが新規参入、ユーゴスラビア、オランダが復帰、ギリシャ、イタリアの不参加、3増2減で20カ国となった。ギリシャは、政教の生代土曜日にぶつかったための欠場だが、放送は実施している。イタリアの理由は不明。以下参加国の出場回数及び、 中継テレビ局一覧ベルギー・フランス語共同体放送内数字は参加回数変更なし各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票お気に入り順22、10、8から1点として採点演目終了後国際電話で繋がれた各局のスポークスマンが出場順に口頭で発表プレゼンターが副賞確認しスコアボードに加算された ベルギー代表、サンドラ・キムの憧れが序盤から高得点を得て圧勝。ドイツを除く他のすべての国が高得点を投じた。キムは当時13歳であり優勝者として最年少となった。1989年の規則の変更で出場者は16歳以上でなければならないと定められたため、この規定が廃止されない限り、この記録は更新されることはない。 2位に終わったスイスは、キムが参加資格を満たしていないので、優勝は無効だと主張したが、認められなかった。伝統的に、複数の審査員は主催国に対して、高得点を送っていたが、この大会では、同じことは起きなかった。審査員たちは、ノルウェーのロメオに対しては最高でも6点までしか、与えていない。言語帳イコールデンマーク語。 カオルイコールフィンランド語ヒイコールヘブライ語アワーズイコール、クロアチア語コーリーイコールアイスランド語ランイコール、オランダ語ウベイイコール、ノルウェー語テンイコールスウェーデン語エイコール英語キイコールギリシャ語西イコールスペイン語ドクイコールドイツ語、土イコールトルコ語フッツイコールフランス語ホイコール、ポルトガル語以下の表は、 最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す。各曲の歌詞については以下を参照のことディガルー、スラッシュ英語版、フランス語版。ありがとうございます。